本になるときついですね。カンチェラーラ行かないかな。ちょっと前行って、カンチェラーラちょっと前に出ましたか。座ったまま行ってますよカンチェラーラ。あーっとカンチェラーラ行った。うわ、さあ座ったまま行った。ボーレン離されている。ボーレン、もうボーレン足がもう浮いたか。なんですかこれ、こんなに離れている、なんということ。大人と子供ですよこれ。カンチェラーラが恐ろしいスピードを見せている。はあ、そうですね、もし仮に来週のパリルールのこの1対1になったとしたら、やはりボーネの頭の中には今日のこのミュールでのすごい加速をしたカンチェラーラが残っていると思いますので、なんかそのあたりも今からちょっと楽しみになってきますね。ボーネがどういう戦略を引くのか、ね、これをこの失敗というこの敗北を受けて、この1週間で何か新しいことを考えてこなければいけませんからね。ですからその今皆さんおっしゃったように、サイクルロードレースファンの皆さんこんばんは。いよいよ春のクラシックシーズン第3戦です。毎年激しいクラッシュや危険な石畳などクラシックの中でも最上級の過酷さと人気を誇るパリルーベライブでお届けしてまいります。この厳しいレースを制するのは一体誰なのか。それでは本日の解説をご紹介です。かつてプロとしてヨーロッパを中心に活躍、現在は宇都宮ブリッツェン監督、栗村治さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお隣はクラシックといえばこの人でしょう。日本人として初のツールデフランドル出場、リエージバストーニュリエージュなど多くのクラシックレースを経験、現在はチームマスター監督、三船雅彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして実況は私達者でお届けしていきます。それではパリルーベコース全体図からいきましょう。見た目はフラット、ただ、パリのですね郊外のコンピエーヌからルーベまで向かうという259キロです。栗村さん、はい、フラットですがフラットじゃないんですよね。ガタガタしてるんです。そうですね、本当にこのコースプロフィールを見るとね、という感じしますけども、上りではない、もう選手を痛めつける、はい、まあ、セクターがたくさん含まれてますからね。三船さん、この、はい、まあ、パフェ、石畳どんなもんなんでしょう。そうですね、何の準備もせずにいきなり走るとね、多分普通の人はこんなスピードで走るのは無理ですね。あ、選手のようなスピードでは無理ですね、はい。で、はい、この走りましょう。さあこれは集団が18番のアブリューに入りました。今カンチェラーラこの震えですよね。これが脳みそが震えるという、もうヘルメットがもう若干こう前後に動いているのが、この HTC の選手はディープリムじゃないですね、それほど重要な選手じゃなかったと、うん。さあカンチェラーラの2つ後ろにボーネンという形に今なっています。そして、その横にはラボバンクが控えてますね。ブームが今横にいますが、バンクが前に位置取っていますが、うわー、すごいすごい、横一列で、さあまずここで踏切を渡る、もう渡ったらすぐです。そしてここです、さあ17番来ました、クルエ・ダーレンベルグ 2.4 キロ。うわー、もうボトルが吹っ飛んでますね。はい、5つ星、難易度5です。17の第17セクション、完全にこれもタイヤがはまりそうなぐらい石と石の間が、ね、ありますから、振動は相当ですよ。これでも三船さん、はい、石畳の頂上と頂上をこう跳ねていくような感じなんですか。そうですね、速ければ速いほど逆に安全なんですよね。ただ速いということは何か失敗すると大怪我をするんで、はい、本当に危険と隣り合わせですけど、で集団もこれ一人激しいんじゃないですか。同じからこの後がダーレンベルグになります。集団もダーレンベルグ突入、さあどうでしょう。おお、先頭はカンチェラーラ、その後ろにボーネン、あえて先頭で入りましたよね。もっともリスクの少ない場所、いや今沿道からちょっとペットボトルみたいなものが投げ込まれてちょっと危なかったですね。落車に、もう先頭でカンチェラーラこれ1分ないですよね。確実にないですね。1分12秒っていうのも一応 GPS でのこれタイム差になりますが、ボーネンはきちっとマーク、そしておー2番目にいたブレシェルはチームメイトなんですけども、カンチェラーラからちょっと差をつけられて、はい、間にボーネンなどが入ってしまいましたね。そうですね、フーソフトの後ろ、ボーネンライン変えましたよ。お、前に出るか。お、前に出ますね。バットまたこの2人が、すごいですね。フレチャーがその横から一緒に出ようかというところ、まあ、ボーネンは、ね、走りやすいという路面を選んだというのもあるとは思うんですけども、わざわざ前に出ましたね。
これで右に今カンチェラーラ、左にボーネン、あでも縦一列チーム感入ってますが、その後ろにまた人数の多い集団がいますね。三船さん、フルソフトがまだ先頭です。おもうなるべく石畳を走らないようにはしてるんですが、ここの区間では無理です。両側がフェンスで仕切られています。往年が自ら行きます。すごいですね、このまた低いアングルからのカメラワークですけども、カメラマンも怖いですね、はい、これね。ウォーネン、フレッチャー、カンチェラーラ、フーソフト、そしてもう一人サーベロを挟んでホステ、はい、ここで、ダーレンベルクが終わりました。その本当感触とか、ね、手がしびれて、はい、あのちょっとこう気持ち悪かったような感じだったんですけど、しばらくするとなんかそれがこう、はい、麻痺しているというか、ね、中毒症状のような感じでまた乗りたいと、もう一回行ってみたいと思いますね。皆さんはおっ と, おっとカンチェラーラパンクはしてないですよ。なんだろう。ああ、多分ね、ホイールが割れたかもしれない。ホイールが割れた。バイク交換。いや、さっきね、ラクソバンクが一気に下がってきたから何かなと思ったんですが、なんと今度はカンチェラーラにトラブル。あ、そしてケーステパーにも一人なんか止まってますね。まあここで良かったっていうことですかね、栗村さん。そうですね。ツールでフランドルでも結局ブレーキトラブルでバイク交換かなり際どい場所でしてましたからね、はい。まあ、ここだと今集団のペースも落ち着いてますし、まあ、それほど問題なく戻れるんじゃないですかね、まあ、この辺がね。これはアタックですかね。ボーム、そうですね、これちょうどねサクソバンクが、カンチェラーラのトラブルでペースを緩めている隙のアタックになりますので、まああの規定破りではないんですが、これねステージレースではないのでリーダージャージないんですけども、はい、ちょっとねこの事実上、まあ、このレースの王者のトラブルの隙に各選手が行ってますよね。まあ、仕方ないですねこれは、はい。お、アイゼルが戻ったようですね。デブロイドルここまで。さすがですね、意外と戻ってきましたねたくさん、はい。そして、シェネルが今映っていますね。さあ境界の横を抜けていきます。いやさっき、まあ、ボーネはねあの一応難なくついてるようでしたけども、はい、フレッチャーは結構ちょっと車間外的ギリギリっぽい感じしましたからね、まあ、もうすぐ石畳が終わったのでねすぐに着きましたけども、あれであと1キロあったらどうなったか分かりませんね、うん。ボーネが前です。 B ボックス VU テレコム出ていますね。シェネルでしょうか。ボールデールがやっぱマシはないんですね、あんまり。こちらはクロードですね。デボルデルはついにやっぱりちょっと膝にダメージを受けて、まあ、何度も復帰するということで他の選手に比べればねあの相当ダメージは受けてるんでちょっときついですけど、まあ、でもこの距離だったらなんとか帰れそうにも見えますけどね。なんか戻れそうに見えますよね、うん。ただその後どうか、まあ、これシェネルでしょうか。一人抜け出しています。シェネルではない。シェネルかな。おっと、ボーネン、ここで動くか。もうアタック。残り60キロ。さあ、12のセクションに向かっていくところですが、カンチェラーラ行きますね。なんかお互いこうちょっと牽制してません？これでも60キロから動き出しましたね。まだアイゼル。5つ星のセクション2つ残ってるんですよ。いやこれね、今ピショーだと思うんですけど、びっくりでしょうね。もうね、こんな人たち来ちゃったのっていう。なあ、カンチェラーラ来ましたね。そしてフルソフト、そしてフレちゃんも合流です。いやー、これ今年も面白いですね。とんでもないレースになっています。大波乱。ただね、これだけ有力勢がゴールから遠い位置で結構動いてますから、何か起こりそうな気もしないでもないですね。あのポッツァートが不気味ですね、そういう意味では。言葉が適切じゃないかもしれないですけど、棚本というね、ボーネンとカンチェラーラがやり合った挙句最後ポッツァート、はい、ポッツァート、はいどうもっていう感じで持っていくと、またあのベルギーのフーリガンが、はい、ベルギービール片手に暴れないようにしないといけませんけどもそしてホステあたりもねまだ分かりませんよね、うん。意外とホステもねあのクレバーに走ってますよね。そうですね。
いい意味であまり目立ちすぎてないんですよね。ああ、そう。大丈夫ですね。はい、わかりましたね。はい、さあセクション12オルシー。うわあ、ボーネンタ。すごいですよ。オルシーに入った瞬間にいきます。1.7 キロ。難易度は3です。ボーネンさん、アタック。先ほどのカンチェラーラのアタックにもう完全に火つけられた感じですね。いやこれだから4回目の優勝、3連覇にいっちゃうのか。さあカンチェラーラ来てる。うーわー、これなんか意地のぶつかり合いです。こんなところから足をお互い使っちゃっていいんですかね。まだだって60キロあるわけですよ。普通に考えたって1時間半後レースがあるんですよ。いやこれ棚本さん、まあこのレース棚本さんはないんですけどもしかしすごいですね、この王者のやり合いっていうのがね。完全に先週から続いてますよね。そしてフレチャーがつけませんね。はい、フーソフトも三船さんちょっと不気味ですね。うわ、そうですね。去年のいい位置にね、後半残ってましたんで、はい、結構今年はそういう意味ではもっといいところに残れそうな気はしますけどね。パンチラが今後ろ見てね、差が空いたのを見て腰上げてもう一回踏み直しましたからね。この辺ベルギーの応援団がキャンピングカーで来てますが、ポッツァート、ポッツァート来てますね。満を持して、そしてポッツァート、こっからは前出ないですよね。うん、前からボーネン、カンチェララ、ポッツァート、そしてフーソフトの4人、ベルギーの応援団。これはまた、おっと、それでハモンド、ハモンド、うわすごい、これハモンドが一気にぶち抜いていた。ここまだそんな重要じゃないですよね。ここすごいですね。今12オルシー、ちなみに5つ星のモンアンペベルまではまだ10キロぐらいあるんですけどね。いやでもいいタイミングでしたね、ハモンド。おお、これ結構フーソフトなんかも助かりますよね。うん、さあ次の石畳区間まであとまた5キロほど。いや絶妙ですね、三船さんのマブダチハモンド。でも三船さんの読んだ通りですね、ここに来たらなんか動きがありそうという通りになりました。ボーネンでも継続してますよ、横風。ハモンドが前、これが今先頭です。で後ろ、来たベルギーの応援団の横を、ベルギーチャンピオンジャージ、ボーネンが先頭で、これボーネンも結構足使ってますよね、早々と。しかしここはもうチャンピオンジャージしかいないですね。ベルギーチャンピオン、スイスチャンピオン、そしてイタリアチャンピオンジャージ。カメラも揺れます。あ、ここで12のセクションが終了です。オルシが終わりました。これで5キロほど先に11セクション11オシェレスオルシアペルシ、これがまた3つ星になりますが控えています。しかしね、ボーネンがさっき何でもないアスファルト区間でね、アイゼルの奥に反応したのがね、何かこう暗示してますよね。普通に考えるとここで一瞬スピードが落ちてちょっと伏兵的選手がポンポンと抜け出してくるところなんですけども、はい、ボーネンが動きましたしね、先ほど、はい、ようこそと書いてありましたね。ここはね、行き時ですけどね、中堅選手としてはちょっと今落ち着きますね、一瞬行かないですもんね、急地点になっているんですね。これどういうことなんですかね。まあそうそう、ちょっと一休みしないってことですか。もういいんじゃない、意地の張り合いはみたいなとこですか。どうなんですかね、もしくはまだ継続でなかなかやるじゃないかみたいなね。あ、いやそっちですか。まだ終わってねえぞみたいな感じかもしれないですね。マジですか、大変なことになりそうですが、そうなると、お右側からカチューシャ、いや違う、ホステ、ホステじゃない、ロットですか。ーボーネン、ボーネン行く、あルーランツですね。ルーランツ、オメガファーボロット、ールーランツ、そしてボーネン、ルーランツもびっくりですよ。ボーネンさん反応ですかっていう顔ですね、これね。ちょっとここは違うんじゃないですかっていう僕カンチェラーラじゃありません、はい、みたいな。もうこうなったらボーネンはもう力でやり合おうっていうことですよね。ボーネン大丈夫ですかね、完全スイッチオンですよね、うん、ホステあたりはなんかちょっと万年2位ホステが今日はいい位置で走ってますよね、そういう意味では。あ、そしてスキルシマのフィーラースですね、アンダー23のパリルーベで優勝経験ありますけども、ここで一旦また落ち着きます。ルランツとボーネンが戻って、ボーネン、これは完全にちょっと、これちょうど今度 RJ ドゥーゼル、誰かいきますよ、はい、本来は彼らの今アタックポイントですよね、はい、ここで決まる感じなんですけども、誰でしょう、RJ ドゥーゼル、ボーネン
念が動きますからね。クナーフェン、セバスチャン・イノーかもしれないですね。そしてクナーフェン行きましたか。クナーフェンはね、多分今年完走するとパリルーベの完走歴代1位タイじゃないですか。16回目16回ですよね。お、セバスチャン・イノーで、まあ、あ、違いますね、大柄の選手。そうです、ミルナーはクナーフェンじゃなさそうですね。まあ、ようやくこの本来の中堅選手が先行するという形で、まあ、ボーネンが、ね、反応するからおかしなことになってたんですけども、はい、さっきのトントンの意味が未だにちょっと分かりませんが、さあセバスチャン・イノーが一人抜け出しました。アージェ・ドゥゼル、いや揺れますね。その瞬間ゲドン、そしてこの集団です。まあセバスチャン・イノーもね、苗字があまりにも偉大な苗字ですからね、はい、血縁関係はないと思うんですけども、野球選手でいうと苗字が王という名前なような感じ、長島とかね、はい、そうですよね。おー、またボーネン出ますよ。ボーネン大丈夫かもう行きまぐりです。これはだってカンチラーラ消耗しないですからね、なかなか。どういう心理なんですかね。行きますね。コッツァートはカンチラーラの後ろです。残り 51.9 キロ。ボーネンは、あ、さあこの後5つ星のモーアンペベルまではあと2キロほどです。3キロほどですね。さあ11番のセクションが終わりました。ボーネンアシスト選手みたいな感じになってますね。でもデボルデルももういないですしねアシストするには。いやー、ここボーネンが詰めるとこじゃない気がするんですけどもね。ルーランってさ、びっくりしますよね。自分が行くと後ろを振り向けばボーネみたいな気になっておりますから、多分いっそのことね、本当にエース級だけを引きずり出して、そのエース級だけの戦いにして力勝負にしたいのかもしれないですね。ボーネがなんかジェスチャーやってますね。でもね、ちょっとボーネの名乗りジェスチャー見ると、あ、そしてホステとルークマンス、うわ、これはこれはちょっと面白いですよ。さあセクション10まであとわずかなところで行くぞと、ルークマンス、ホステが行くぞと行きましたね。ギアが入りましたね。いや、これはちょっと面白い逃げ。いや、これ満を持して行きましたね。知り尽くしてますよね、やっぱホステ、パリルーベを、うん、やはりこのタイミングですよね。ボーネンがちょっとこうパニックじゃないですけど、イラッとしてる感じの、うん、みんなが動きにくいタイミング待ってましたね。やはり集団にいる選手たちはちょっと今日のボーネン、かなり頭に血が上ってるなという感じは受けてるかもしれませんよね。ただ後ろ離れればいいんですけど、後ろも反応してますね。まあ、それはルークマンとホステですからね。さあ先頭3人、差が広がりましたね。これでもホステはずっとルーランツにアタックを任せていて、あ、ボーネ行ってますね。でもそしてカンチェラーラはまだ集団の中、本当はね、ここ一番力のあるカンチェラーラにこれを焦らせないといけないんですけど、ボーネンが焦ってしまってますよね。ちょっと前がかりすぎですか、三船さん。ただね、ちょっとカンチェラーラがやはり前週に比べて少し反応が鈍い気がしますよ。そこまでボーネンを意識していないのか、もしくはボーネンの動きに対して少し反応が全て遅れてますよね、はい。それに対してボーネンは波状攻撃でカンチェラーラを潰しに行ってるのかもしれないですね。ボーネンは補給に変わりました。エネルギー取ってますね。取ってほしいですね、どんどんね多分エネルギー使ってますからね相当使ってますよ、はい、ちょっと心配になってきましたけども、あ、これで止まりますね。ということは広がりますかね。今ちょうどね、チームメイトが逃げてるアージェ・ドゥゼルと、そして、ロットのね、はい、残り50キロ、残り50キロですから、あと、モーアンペベルまでは1キロ。お、ゲドンが行きましたね。ゲドンいますね。フィラス、まあ、ゲドンなんかね、やはり爆発力がないので、モーアンペベルの前で少しリードして入りたいという気持ちがあります、ね、行った、これはまずいですよ。カンチェラーラが行きます。ここですか。抜け出しましたカンチェラーラ。さあボーネンはどこだ。何してるのボーネン。ボーネンはここ、この後に及んでボーネンが後ろ、カンチェラーラが行った。モーランペベルの直前で、これね、またホステたちびっくりですよ。
カンチェララ落ちてきた。いやいや驚き、カンチェララのアタック、また腰上げないできましたからね。いや後ろとの差はこんなに大きくなっている。ボーネン今ようやく集団の前、もう完全にやられてますよね、ボーネンね。ミフネさん、実はカンチェララはよくボーネンを見てたんですかね。見てたかもしれないですね。うわーこれ一気に、どこ、あ、もう追いつく、もうそこですよ、もうあと 10m ぐらいです。あっという間に先頭3人に追いつきます。あれでもカンチェララに追いつかれたら、でもあの3人引かないでしょうね、もうさすがに。ボーネンはね、選手意地で先頭交代しましたけど、うわー、フルソフトもなんかあの、サーベロ前行ってないですよね。行ってないですね。行ってないですよね、フルソフトが。さあ入りました、ホステが前。さあもうアンペベルに入ります。ボーネンここで勝負ですよね。ここで一気にジャンプしないと。ホステ、カンチェラーラ、ルークマン、そしてイノーという4人です。これカンチェラーラに抜かれた瞬間、みんなうわもう来ちゃう、うわもう着きましたね。何ですかこれ。さあ5つ星、入った3キロ。ボーネンは後ろの集団の前です。とんでもない男と男の意地の勝負、カンチェラーラが先頭。カンチェラーラでもこれどう、50キロ独走する気ですかね。一人でタイムトライやる気ですか、この後。これチュミルに、チュミルの優勝に近くなる独走劇を演じようとしてるんですかね。ルークマンつきますけども、まあ、冷静にいけばね、この他の3名を利用した方がいいと思うんですけどもね。ホステもね、ルークマンスがついてきますね、はい、あえてちぎらないのかもしれないですね。ポッツァートフレッチャー、ね、ポッツァートフレ、後ろからポッツァートフレッチャー、はい、そしてフーソフト、ボーネン。ポッツァートは今日全く足使ってませんね、まだね。そしてその対照的なのがボーネンですよね。非常にある意味で不気味ですね。さあカンチェラーラ前行ってますよ。どんどんペースを上げていく。5つ星、難易度5、セクション10、モンアンペベルを抜けていきます。残りは50キロ切って 47.2 キロ。いやつけないですね、もうホステも。もうついていけるのはルークマンスだけですね。でもカンチェラーラ、しかも自分のバイクじゃないんですよ、カンチェラーラ乗り換えてるから。ゴールまだ距離あるんですけどね、普通に考えると。三船さん、これどう考えたらいいんですかね。まあ、今のカンチェラーラ ね、そのコンディションであれば、まあ、50キロというのは独走可能な距離と、まあ、本人は判断していると思いますし、やはり今優勝候補と言われる他の選手たちが若干消耗気味なので、はい、決めるんだったらここでしょうね。5つ星、ただ実質的な5つ星入る前でしたからね。そうですね、ルークマンス直前でしたね。もうルークマンスはでもこれなんとか食らいついて、で次のね、最終まではもう極端に月一でも食らいついていこうという形になると思うんですけど、あくび打ってますよ、首振ってますよ。カンチェラーラ、ルークマンス先頭。後ろとのタイム差はどのぐらい、17秒と出てますが、目視で見えるほどでしょうか。さあ左側が先頭のカンチェラーラ、右側が追走、17秒後ろのボーネン。優勝候補の2人が分かれています。ずっとボーネンが追っかけてたんですが、スッとした隙を狙ってカンチェラーラアタック。ルークマンスもついていけない。これでカンチェラーラ1人。さあここから 46.2 キロの個人タイムトライアルがカンチェラーラ始まるのか。あいった、これねちょっと強すぎますね。とんでもないです。多分ベルギーのファンは、まあ、ブーイングはしないですけども、よく手でね、抑えろ抑えろってジェスチャーしますけども、あでももう応援しますね、ここまで来るとベルギーのファンたちも。何ですかね、このカンチェラーラっていう選手は。うわもう切れてますからね、もう強すぎて、ふざけんなという感じですか。いや珍しいですよ、普通ちぎれて怒るってことはないですよね。前のオートバイに怒ってましたね。あそういうことですか、モーターペーサーになってたんですかね、なるほど。その前もね首振ってましたし、ホステが戻ってきましたね。これでホステたちが、ボーネンのグループに合流。19秒差、差が広がってますよ、三船さん。ね、早いですよね、早いですよね。さあこれ、この
カンチェラーラ以外のあさあここで終えました、モンアンペベルを終えまして次は第9セクションに移動していきます。もうこれでももう完全にもうゴーですね。全く戻る気ないですもんね。ドリンクを獲得しました。三船さん、他のメンバーはこれどうしましょう。そうですね、まあ、ゴールまで、まあ、基本は向かい風貴重なので、はい、やはり全員で、協力をしてカンチェラーラを捕まえに行くというのが、基本だと思うんで、まずボーネンは意地にならないというかやはりみんなで交代していくことをまずしていかないとダメですよ。じゃあここは協調体制を取れるかどうかというのが一つ注目。そうですね、あと40キロを独走できるのかカンチェラーラ、そうはさせないのか他の優勝候補。さあ三船さん、45秒以内に抑えたいと言っていましたが、はい、46秒です。後ろの、ね、リズムを見てるとフレチャーがね全然回ってないんですよね、はい、さっきからフレチャーのところでリズムが狂ってこの先頭交代のスピードがどんどん落ちていく、はい、48秒。そして、まあ、ボーネンあたりあとルークマンスなんかは積極的にリズムを作るんですけど、はい、フレチャーで崩れるという繰り返しでその都度だいたい3秒から5秒ずつ遅れているような感じですよね。そんな一人のためにそんな3秒も5秒も遅れちゃうんですか。そうですね、先頭交代のこのリズムが続いている間というのはそれほど一気に遅れることもなくなんですけど、はい、やはりそこで先頭を誰も引かないと、ね、スピードが一気に落ちてしまうので、はい、やはりちょっときついですよね。ファビアン・カンチェラーラという選手のこれまでの、ね、まずちょっとプロ入りからのチームの遍歴などを改めてご紹介していきたいと思うんですけども、はい、2000年にプロデビューしましたマペイ・クイックステップという、まあ、今ボーネンがいるチームの母体ですよ ね、 すね、まあ、ちょっとイタリアとベルギーのこの時は混成チームということで、はい、イタリアの選手も多くいたので、まあ、その影響でカンチェラーラなども入っていたんですが、スイス人ですけどイタリア語圏ですからね、はいはい、そして、4年間このマペイ・クイックステップにて、はい、そしてその後、まあ、中野マスターなども、はい、永井さんもね、永井おっと危ないですね、メカも、所属していたパッサボルトロに2003年から2005年までの3年間、はい、所属しました。そして2006年からこのチームにリースのチームにいますね、はい、そして最初は CSC と、はい、CSC ですね、始まって CSC サクソバンクになる今サクソバンク、はい、そしてリザルトなんですけども、まず、ジュニアの世界チャンピオン個人タイムトライアルを取ってます、はい、ジュニアの頃からタイムトライ早かったと、うん、そしてその後 U23 の個人タイムトライアルタイトルも取ってると、はい、ですから本当にもう子供の頃からエリートだったんですね、はい、ごめんなさい、クイズ締め切りが近いですか、今過ぎましたね、はい、はい、すいません、締め切りました。たくさんのご応募ありがとうございました。クイズ締め切りです。はい、はい、そして、まあ、プロ通算76勝、まあ、プロでじゃないですね、選手生活通算76勝ということですから、目立った勝利は先ほどもお伝えしたミラノサンレモ、そしてツールドフランドル、はい、さらに、パリルーベ、そしてツールドフランスでは、ステージ優勝、さらにマイオジョーヌを着ています。そしてマイオジョーヌを着た状態でのステージ優勝も、ね、経験してますね。さらに昨年のさっき話にも出てきました、はい、ツールドスイス総合優勝という、まあ、10日間レベルのステージレースも勝ってきてますので、はい、残り25キロ、はい、これグランツール制覇というのもね、残りのモニュメント2つを狙うことを考えると十分可能だなという感じがしてきましたよね。先週のカンチェラーラ の、 レースのですね、数値があって、最大時速が80キロまで出したそうで、でハートレートの最高が190、マックスパワーが1450ワット、ケーレンスのマックスが147、トータルカロリー6459消費したという、情報ですね。これが先週の最大ワットが1450、どこで出たんですかね。うん、多分カペルミュール10度あたりで出たんじゃないですか。シッティングで1400 それはねスピード出ますよ、うん、もしくはコッペンベルグあたりですかね。うわ、3分差、ついに3分です。3分行きましたよ、ついに3分、 15.4 キロ、3分差。三船さんどうですか、この3分差ですよ。そうですね、見たことあります、三船さん。なかなかというか知ってる限りはこういうタイム差のレースはないですよね。
過去にあの伝説的にベルナール・イノーが、ね、あのリエージュ・バストン・リエージュ雪が降る中を走って、はい、あの独走でとんでもないタイム差をつけたという伝説を聞いたことはありますけど、まあ、この近代ロードレースで、ね、あのチーム力で全てをコントロールするというこの近代ロードレースの中で、はい、あのこれだけの差をたった50キロでつけるというのはちょっと見たこともないですし、はい、聞いたこともないです、ね、もうあとはカンチェラーラの独走を楽しむ時間ということです。うわまたチェーンが跳ねてる跳ねてる、すごい、本当にすごいですね。もうツール・ド・フランドルでは惚れたのかっこいいだの散々言いましたけども、正直今日は僕のも引き出しでは言葉が出てこない感じですね。それくらいにもう異次元の走りですよね。あ、そして攻めてますよ。これ結構もう後ろとの差を、ね、開くだけ開こうという彼のこだわりなんですかね。もう惚れたの上ってたらもう愛してるしか言いようがないですね。いやもうだまあ、まあ、多分もう愛してますね特にね。はい、はいまあ、もしくは愛しすぎて憎いか、憎しみはまだ生まれてないんですけども僕その気はないつもりだったんですけども、ちょっとまあ男でも惚れるけど惚れちゃったかもしれませんね。毎年すごい戦い、そして、アタックまた脱落合戦となるパリルーベではありますが、今年は大きくその風景が変わっています。それはカンチェラーラというとんでもないスターが TJW が走っているからというふうに言っていいでしょう。先頭交代に入れなかったというのはもうあの単純に足に来ていたと見ていいと思うんですよ、はい、で結構このもう喜んでますね、リース監督とあとスタッフと、まあ、2キロで2分ですからね。でそれで今反対側に回ってリース監督ともやってましたよね。はい、あまたああラシーちゃんもカメラに見せてますね。あちょっとエアショットで見れませんでしたけども、もう1回見せてくれないかな。来た、あ天使ですかね。天使、はい、あれ流行りそうですね。これ奥さんが渡したんですかね。なるほど、奥さんがこれを入れとくようにって渡したみたいですね。どこまでいい男なんですか。ちょっと顔がね隠れてますけど、さあ入ってきましたベロドローム。まずは半周してゴール地点を1回、うわすごい歓声だ。そして笑顔だ、ファビアン・カンチェラーラ。2006年に続く2度目のパリルーベ優勝は来た時からガッツポーズ、首を横に振って信じられない。さあ鐘が鳴ってラスト1周、お客さんもそしてマスコミもああもう手放し、手を上に上げてガッツポーズを何度も、手を離しながらベロドロームを回っていきます。ファビアン・カンチェラーラ残り 150m、残り 100m、 頭を抱える、信じられない。すごいもの見ましたね今週も。サクソバンクファビアン・カンチェラーラ、スイスチャンピオン、ガッツポーズ。6時間35分10秒で優勝、2006年に続く4年ぶり2度目の優勝となりました。平均時速 39.2 キロ、これは速いですよね。ずっと向かい風でこれですから、ね、はい、そして最後50キロ独走で、もうこれはエネルギー残ってないですね。言葉がね本当に出ないというか、この大きなガッツポーズがカンチェラーラに残っていた最後のパワーだったのかもしれませんね。もう力を全部使い果たして、これナスギだではないですけど、ね、涙にも見えますか。泣いてますね。さあご覧の通り優勝はカンチェラーラ、2位がフーソフト、3位がフレッチャー、4位ハモンド、5位ボーネン、そして6位がルクマンス、7位がポッツァートということになりました。トップ7